難しいんだよね。これ難しいんだよね。なんかね、その、最近よくタレントとお金、テレビとお金、ね、みたいことを考えるんですよ。それはね、なんつーのかな。テレビにこびずに生きていこうって決めたりとかする、う,う、する、してる。うまく言えないけど、なるべく、比重として、自分の面白いの価値観がなるべく高く生きられたらいいなと思うから、スケジュールとかをわがまま言わせてもらったりとかしてるんですけど、その、 そこのわがままを言うっていうことは、食っていく。自分で食っていくんだな、じゃあお前。みたいなことじゃないですか。自分が思う面白いものをなるべく作って、それを面白くてこの値段が妥当だと思う人が買ってくれて、そこから出てくるお金で暮らしていくんですっていう、その覚悟が必要だったりするじゃないですか。うーん、まあ、それがなかなか絵に描いた餅。でも一個だけちょっとね、感動的なことっていうか、 それでもあるんだと思ったのが、それでもこの、こんなことがあるんなら、えっと、いいな、いい、捨てたもんじゃないな、世の中は、と思ったのが、ウィーで王様物語ってゲームが出てるんですけど、それがもともとそこのスタッフが僕のすごい好きだったゲームを作ってたスタッフで、それで、そのスタッフの人から、えっと、僕に個人的に手紙が来て、 その王様物語の販売促進の、えっ、ー、と、ちょっとした映像に出てほしいみたいな話があると。で、そのギャランティーもお支払いしますんでっていうのが来て。で、ただその人は、このラジオとかもよく聞いてくれてる人で、ただ伊集院さんがあんまりその、えっ、ー、と、手放しにゲームの CM に出ないっていうのは聞いてるので、それについてっていうんで、延々と打ち合わせをしてくれたんだけど、まあ、 あのー、ーあんまりこう、つまん、ゲームが好きだから、自分で面白いと思ってないゲームをすごい面白いって言って連呼して売るような形での CM は嫌なんですね。ただ100兆円ギャラだったらすぐやりますよ。<laughs> 僕のプライドは金で買えますからね、皆さん。ねえ。あのー、結構ゲームの CM を断るような形になってるわけですよ、今まで。で、 それで、だけど、これは不思議なもん、不思議やねえや、全然。それは当たり前だけど、CM やりたいよ、そりゃ。ギャラもいっぱいもらえるし、ね。いっぱい <laughs> まあ、もらえるし、ね。で、あの、ピンから切りまくるテレビのゴールデンタイムにでかいタイトルをドーンって CM するんなら、それでたくさんギャラもらえたりとかお、小さいポスターとかですらほとんどやらないからね。その、ちっちゃい PR コメントみたいのですらほぼやってないから、それだったらそれなりの額をもらえたりとかするわけだから。でも、その、 王様物語の人が出した結論と、うちの事務所が出した結論は、とりあえずその楽しくやってる、プレイしてる映像が欲しいと、その汚い意見を言ってくれて、それが楽しい販売促進につながるような、えー、っと、映像が欲しいんだけれども、それやってみなきゃわからないから、その販売するバージョンが完成した段階で、撮りましょうと、とりあえず。伊集院さんが初プレイをやって感想を言ってるところで、つまんなかったらお蔵入りでいいですっていう。その、その段階、もう辛辣な意見を言ってくれと、その思ったままを言ってくれと。ほいで、 その、つまんなかったら、その、なかったことにしましょうっていう。まあ、それはその、うちの事務所も偉いとは思うのね。それはだって時間は取るわけだから、そこでやる時間は取るわけだから。で、その、向こう側の覚悟も逆に言うと、俺のゲームは面白いっていう覚悟があるからなんだけど、で、それがまたね、い、一番良かったのは、本当に面白くて、今現在自分自身がやってた俺が言えることは、細かいこと抜きに、僕は今日このゲームを、 協力したんだからもらって帰って全然いい立場だけど、きちんと帰りに予約して発売日に買って始めますっていう約束をして今ちゃんと買って帰って、このお何日かすごいずっと遊んでるっていうその状態だったりするわけ。なんか、そんないいことめったにない。これ当たり前じゃないの伊集院君って言うかもしんないけど、聞いてる人たちは言うかもしんないけど、そんな、その PR ビデオの依頼を今みたいな形で、 えっと、何言ってくれても構わない。で、その、おもし前、かなりこれはもう PR として成り立たないと思ったら、やめでいいじゃん、なんていうことを、言う人は、言う会社は、しかもそれがちっちゃな会社なら、まだ、あ、しもだけど、ちゃんとしてそのソフトを出すような会社が、言うことは、ほぼないって思って間違いないよね。あの、 変な話、一回もそのゲームを、の完成版をやらないまま撮ってないと、普通の CM なんか間に合わないから、で、俺たち知ってるように、ゲームファンは知ってるように、最後の調整で変な形になったら、ゲームって急につまんなくなるわけだから、そこに思い入れはないままやってるゲーム CM をやってる人は俺は多いと思うので、もちろんそういう人たちは、メインのこう趣味がゲームじゃなければそれでいいだろうし、それはそれって思うのもプロフェッショナルは全然いいんだろうけど、俺はなんかそういうのうまくやれないで今まで逆に、 かなりの、その、仕事がうまくいかずに、あの、企画段階でダメになっていって、いろいろ事務所やマネージャーにも迷惑をかけてきた分、ああ、ちゃんとできたのは、意外に嬉しかったなと思うんだけど、ちょっと笑いがすごい少なくなっちゃってるんで、<laughs> CM 分けは、あのー、うんこの話を、<laughs> うんこの話をべ、べっとりします。べっとりします。ガル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 